はい、どうもニナです。今日もスター・ウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。お、スナイパーいるじゃん。スナイパーいるってことは、かなりこちらが有利に展開できそうだな。あそこのスナイパー、高台スナイパーは全く効果をなさんからな。途中3回やっていきましょうか。いやー、ここ2戦くらいね、全く味方が前に出ないという。ミラクル戦闘を起きまくって頑張ったんですけどね、一向に前じゃなかったんで勝てる試合も勝てないんすわ、それだと。さてと、ただ右取ったの1人だから裏来るでしょ、1人。はい、裏1人来たよ。いっぱい来たわ、裏。裏来てるぞ。これは飛行機チャンスじゃないのか。お、チャンスだね。あんまいないね。敵は出てるパターンか。敵も出てない。いいね、ジャックの飛行機も楽しいね。いやー、こう前出なきゃダメなんですよね。基本的に前出ないと勝てないんで、やっぱ後ろから、安全エリアから弾垂れ流してるみたいなパターンが一番ね、寒い展開になりやすいんですよね。そこを丸見ですよ。でもあんな堂々と私をリス狩りしようとした報いは受けてもらいましょうか。まだいるの好きだね。天地を加えるわ。よく見えますか、そこ。お、カウンター来た。カウンター来ましたか。それは無理なんですよね。その切り返し方では残念ながら。その切り返し方では残念ながら難しいんですわ。まだいるのまだその高台いるの。高台にいる人撲滅するしかねえな。高台撲滅キャンペーンだな。さすがにいなくなったでしょ、さすがによかったよかった。そうやってね、芋は良くないよというのをきちんと教えていくことが私めの任務ではないのかなと思う次第なんですよ。まあ、そう、それ SP とかなくてもおかしくはない。完全にオフィサーも突っ込んでってね。まず角度が悪い。一旦かわした方がいい。一旦かわして、なるほどね。まあ、相手から一方的に打たれる角度にいるのはまずいんで、そこ行くのやめましょうか。高台は絶対に許しませんよ、私。そこから弾を打っている人は絶対に許さないと決めているため、いや、少しでもね、そこが危険だということ、それが味方に貢献できるという世界観はないということを、私は教えたい。それが負け筋になってしまっているということを教えるために、私はその高台に攻撃をすることをやめない。カウンター来たな。うまいね。一旦離れてからフォーカスして焦らせて。こっち来た。ロックはできた。これで下手にそうエイムしながら追いかけちゃうと相手の釣りに引っかかっちゃうんで、釣りには引っかからないようにエイムなしでフォーカスしてから追いかける。まさかまだそこにいるのか。そこはダメだと言うてるやろ。これうまく映るかな、私。あ、いた。下の方にいます。うー、いや、ダメなんすよ。あそこの高台にいる人絶対ダメ。エリアに入らなければ何も救われないんですよ。お分かりいただけたでしょうか。高台イモスな彼らが作戦行動にもたらす影響力はほぼゼロです。はい、というわけでね。どっかのおまけとガッチャンコできたらいいなと思っております。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。これ、どこはい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 。入られてる。これはレイがいるのか？全然雰囲気がつかめませんが、まだ全然雰囲気がつかめないのですが、とにかくすごい攻撃されていることは確かだ。バザールも行かれとるな。おいたレイが頑張ってるだろうからな。確かに行きたいぜ。またいけいけ。バザールで問題発生。かつて押されてる。頑張ろう。ここどこ？今どこ？今どこ？ここどこ？あ敵が競売所に侵入。競売所行った。行こう。お頑張れ頑張れ。ナイス。マジ状況が全くわからん。こういう時はあれだ、用意してきた時事ネタを喋り、ることによって自分を落ち着かせるんだ。今日は土用の丑の日ということで、うなぎ食べる人もいるんでしょうか。彼は、夏場に売り上げが落ちるうなぎ業者から依頼を受けまして、何かできないかということで、ならば土用の丑の日にうなぎを食べるというのはどうかねということを提案したということで、江戸時代からの風習だと言われております。はい、これ実況する前に用意しておいたネタですね。でパールパティーン抑えられたのでかいんじゃないのこれ。パールパティーンが結構悪さしてたからな。裏回ってきて、これの相手の勢いはそがれたのかい。飛行機結構いるね。撃ってるのかい。ドゥン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 。いいね、強いね。いいですね。ナイス。やばいな、何それ。ナイスです。ナイスです。ナイスです。います。レイがすごい頑張ってます。それを止めることは私の使命。どこ行くつもりだ。またグリバスいるぞ。グリバス。バザール奪還の余裕は少ない。一発でこっちに来るか、置いといたのか。あ、じゃあ裏から来るな、味方。あっちがやばそうですね。でバザールを確保するつもりよ。なるほど。すげえうまく隠れてんだけどさ。バザールが襲われてる。うわ追いかけてきた。バザールが攻撃されてる。あすごい SD がいっぱいいる。パルパティーンで勢いはもうそがれちゃったみたいだね。はい、いきなり展開がよくわからなすぎて、めっちゃ押されてるのかと思いきやそうでもないみたいなさ。途中参加の魔物が住んでました。いや普通に冷静だったな。味方のヒーロー普通に冷静だったわ。もともとが少なかったのかな、これ。えらい上位陣と、後から駆けつけた陣の格差が、ひどい感じになってるな。はい、というわけでね。まあ、どこかのおまけに使おうかなと。そんな感じですね。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。